ポフォについていたものは消えたようですね。ポフォのことを思うと、喜ぶべきか悲しむべきか、いえ、やめておきましょう。感情的な思考は私の得意とするところではありませんから。今回は手を貸してくれてありがとうございました、七死人。もうすぐ中央市の増援が来ますので、境内墳も遺憾に送られるでしょう。これは気候の実、簡単に変えられますので心配には及びません。あなたたちが離れた後、あの子は報告のため中央市に戻りました。今は増援を連れてこちらに向かっているところです。いいえ、奴は生きていて私の帰化の名鎖にまで憑依しました。聖火のせいである西洋は死なない。中央市の幕末天石に書かれていたことは本当でしたね。奴は今力の大部分を失い、恐れるに足りない存在になっています。しかし奴が存在する限り、その危険性も消えることはない。ですが幸い、獣王氏は西洋を沈覆するための砲器を用意していましたので、じきにこの廃墟と化した園林に砲身を張り西洋を封じる予定です。これで泉州は今日の一難を乗り越えられたと言えるでしょう。あとのことは獣王氏に任せてください。私は、いえ、私も少し休んだ方がいいかもしれませんね。黄金の一つだけ。奴らは私を殺せないけど、私を解放することもない。子供？こいつは名詞だから、お前なんかよりはるかに長く生きてるけど、私がここに閉じ込められている限り、こいつの体からは離れない。
ハンガンたちがこの体に呪符を張ろうが、人生を塗ろうが構わないけど、獣王子が俗領の命を守ろうとするなら、私にも駆け引きをする余地はある。できることならたくさんあるよ、コマちゃん。だって私は常に存在するんだから。同盟が成立する前から私は長い長い年月を生きてきた。そして今後同盟が消えたとしても、私は限りない琥珀期を生き続ける。私は待つ。お前たちの気が緩んで水炎の陣が崩壊する時を。時間と機会は永遠に私の側にある。さよなら、また会おうね。水炎にいた私たち以外にも、増加航路が壊れた時に行方不明になった西洋がいるの。ここで質問。奴らは今どこにいて、ラフにどんな波紋を投じようとしているでしょうか。獣王子の慌てふためく姿を見るのが楽しみだな。しばらくここを離れられないから、代わりに七シビトさんから師匠さんに説明してもらえる。お願い、彼女きっと心配してると思うから。
大体のことは遺憾でケイちゃんから聞いたよ。よかったらあんたからも詳しい話を聞かせてもらえない？いろいろ話してくれてありがとう。こんなことになるなんて思ってもみなかった。私も水泳にいたら力になれたのに。そしたらケイちゃんも遺憾に行かなくて済んだかも。ああそうだ、ケイちゃんのことなら心配しないで。あの子病床でもじっとしてないから、多分近いうちに連絡が来ると思う。さて、私は遺憾に戻ってケイちゃんを見てこようかな。じゃあまたね。